待ち時間を退屈だと感じている人に楽しめる時間を届けよう。これから中学2年7班の発表を始めます。お願いします。はじめに会社概要を説明します。私たちはフルーツショップフェリースさんに協力していただきながら探求活動をしています。フェリースさんは飲食店でカフェやランチを提供しています。また食品販売も行っていて、 目にも下にも美味しいフルーツを届けるをモットーとしています。お店では A 型事業所、B 型事業所の方々も働いています。A 型、B 型事業所は簡単に言うと、障害を持つ方々への福祉サービスのことで、フェリースさんではコーヒー豆の選別などの就労訓練を行っています。事業を通した社会問題の解決を目標としている NPO 法人の一員としても活動しています。今年はコロナウイルスの影響で職場体験を行うことができませんでした。そのため、ズームを通してフェリースの方とお話をさせていただきました。そこで私たちが質問したこととホームページからいくつかピックアップしてみました。ホームページからは、誰もが幸せに暮らせる社会を作る、 障害のある人もない人も区別されない上にも下にもおいしいフルーツを届けたいと書かれていました次にインタビューからは障害を生かせる職場にしたい一般の枠にとらわれない課題点としてお客さんの待ち時間が長いとのことでしたフェリースの方が並んでいる時間や座って待っている時にお客さんを待たせてしまうとお話しされておられました そこで私たちはインターネットと本を使い待ち時間について調べました。データの一つ目がこちらです。行列に並んで待つことに対してどのように感じるか。日本は他の国と比べて抵抗感がある,あると答えた人が57.2%と最も多く、抵抗感がないと答えた人は23.8%と他の国より2倍以上少ないです。 このことから日本人は待ち時間が長いことに抵抗感を感じていることがよくわかります。続いて二つ目のデータです。人気のレストランの入店待ちの時間はどのくらいまでなら気にならずに待てると思うか。この結果、日本は30分近くなら待てると答えた人が他の国と比べて多いことがわかりました。この二つのデータから日本人の行列嫌いの意識と 行動にギャップがあることが分かりますこれらのデータやインタビューから私たちはお客さんを重視した案を考え課題点をお客さんの待ち時間が長く待っている時間が退屈としましたお客さん目線で考えてみた時並んでいる時間や席についてから食事が届くまでの待ち時間が長いため何をして待っていればいいのか分からない また子供は長時間並んで待つことに退屈を感じているのではないかと考えました。そのためコンセプトをみんながやってみたいと思えるもの、楽しんで取り組めることとし、待ち時間の退屈を潰せる案を考えました。そのアイデアが、待ち時間に新商品を考えて応募してもらうです。自分の食べたいものが商品にならないかなって思った人いませんか 新商品募集はあなたのアイデアが実現できるチャンスです。退屈な待ち時間をあっという間に過ごせるこのアイデアについて詳しく説明していきましょう。応募用紙の設置場所は店内と外の2カ所です。店内は入り口近くに設置し、外に並んでいる人も取り組めるように外にも設置します。店内で書く場合は、 メニューが届くまでの待ち時間に書くことができます。子どもはお絵かきができることによって走り回ったり泣いたりすることがなくなり、他のお客さんも存分に食事を楽しめるということも考えました。応募用紙を置いている場所にはバインダーと鉛筆を置いておき、外で並びながら書くこともできます。食事が終わった後、書いた紙をレジで渡すと、食事分のポイントにプラスで 1>, 1ポイントをもらうことができます。書くだけでいつものポイント分にプラスで1ポイントもらえてお得だと思いませんかまた書いて出した絵が選ばれると選ばれた人のみ商品化したものを無料で1回だけ食べることができます。このアイデアは3ヶ月に1度くらいのフェイスで募集しようと考えています。 時期の変化も感じられるようにその季節のおすすめフルーツを一緒に掲示して参考にしてもらえるようにします。年に4回しかない自分のアイデアが実現するチャンスしかも選ばれればなんとタダで食べることができます。こんなチャンス逃すわけにはいかないですよね。ではここで実際に書いている映像をご覧ください。店内で書く場合です。自分の席に応募用紙と鉛筆を持っていき もともとあるタルトの絵の上に商品にしたいと思ったものを描きます。次に外で描く場合です。紙をバインダーに挟み、鉛筆を持って並びます。店内で描くときと同じようにタルトの上に絵を描いて完成です。続いて試作品の説明です。 先生に見ていただいたときに何をすればいいのか一目でわからないとアドバイスをしていただき改善したものです。ファインダーと鉛筆も置きました。目を引くような色使いと大きな文字でお客さんの目に留まってもらえるよう心がけました。手順は真ん中にある例の絵の周りに大きく書き、一目で分かることを意識して作りました。次に応募用紙の説明です。 この台の上に応募用紙が置いてあります。応募用紙は2枚あって、それぞれ別のタルトの形なので、どちらか自分が好きな方を選ぶことができます。右下にニックネームと連絡先を書くところがあるので書いてもらい、採用された場合は、そこに書いてある電話番号に連絡します。ここで実際に私たちの考えてみたものを紹介しようと思います。 季節のフルーツを使って募集をするのでこれから迎える春のフルーツを使って考えてみました突然ですが皆さん春のフルーツといえば何でしょういちごもっともっとメロンいいですねオレンジそうそういちごやオレンジさくらんぼメロンなどありますよねここではいちごをふんだんに使ったタルトを紹介します 生地にはラズベリーを混ぜます。中央にいちごのジェラートをのせて、その周りにいちごとブルーベリーを順番にのせます。ジェラートの上にミントをのせて完成です。このように自分の食べたいと思ったスイーツを描くことができます。書いたタルトの商品名は考えても考えなくても大丈夫です。 もし考えた案が選ばれ、その紙に商品名が書かれていれば、そのまま採用となります。他にも考えてみました。たくさんの季節をフルーツ、たくさんの季節のフルーツを使ったり、チョコソースをかけたりしたタルトや、洋風だけではなく、日本らしく和風のタルトも考えてみました。最後にメリットと改善点です。このアイデアのお店側のメリットは、 新商品開発に時間がかかることがなくお客さんが食べたいと思うものを直接知るということができるという点です。最後にメリットと改善点です。このアイデアのお店側のメリットは新商品開発に時間がかかることがなくお客さんが食べたいと思うものを直接知ることができるという点です。また改善点として応募がたくさん来てしまうと見るのが大変になります。 商品を考えている店員さんが手一杯になってしまったり従業員の方の労働時間を増やしたりしてしまうと考えましたそのため新商品募集をしていても店員さんが働きやすいアイデアを考えられたらよかったです次にお客さん側のメリットです退屈だと感じていた待ち時間の暇がなくなり書くだけでポイントをもらうことができます しかも採用されると無料で自分の書いたものが食べられます。自分の食べたいもの実現してみませんか参考文献はこちらです。ご清聴ありがとうございました。